そう、今日はねジャイコフェスに出させていただきまして帰ってまいりました。ねえ、本当に時間がね、すごい休みとかだったらねいいんですけど、9月もまあまあありがたいことではありますが、忙しいっちゃ忙しいので合間を縫って並べるということに、まだ4日しか経っていないというのになんか途中から参加者増えてるな、おかしいなみたいな、あれれれれ吉田健一さんありがとうございます。そう、今日はね12人でフェスに初めて出まして、12人バージョンも初めてやりましたね。何やったっけ、ストーリーは花だれ、今日はダンスかっこよかったって、今日はってなんだ、今日はって花だれ、無謀を、ヘタレ、 STU フェスティバル、夢をガラス瓶の中に、ガラス瓶はあのフェス以来でしたね。なんだっけ、なんやっけ、夏染めだ、夏染めのフェス以来でした。でガラス瓶のワットっていう名字からサングラスデイズとやりました。次3分24秒に7並べやります。そうなんですよ、そう、12人バージョンが初めてだったので、今回のフェスのためにね覚えました。なんかフェスってね、その始まってこう始まるまでその日のフェスの雰囲気がわからないんですよ。そうだから、でも今日すごい盛り上がってて良かったですね。CD になった時会場に客増えてた。あ、本当ですか。その前の状況が分からんけん、ずっとあんな感じなんかと思ってた。そう、2階席もあって、でも2階席もね結構ちゃんと見えた。正方形の会場で割とちゃんと奥まで見えました。ゆっちゃん、柴犬さん、ギフトありがとうございます。
結構フェスの中でも出たフェスの中でも結構ね盛り上がってるあれでしたよ今日は。ほんとね出るまで雰囲気がわからないのでそういつもあれなんですけど、気持ち的にはさら個人的な気持ち的にはティフぐらい、そうティフと同じぐらいの規模のフェスだった気がする。次6分24秒に押しますね。7並べ、そのイミーさんとかね NGT さんもいて、中井理香さんとお写真を撮っていただきました。ツイートしたんでね、まだ見てない方 ぜひ見てください。そうアットジャムの時にちょっと楽屋に行ったんですけど、もうその時にはいらっしゃらなくて、そう会えなかったんですけど、そう今日写真を撮らせていただきました。ちょ時間がね全然違ったので衣装では撮れなかったんですけど、そうツイッター見てください。そう中井理香さんと撮っていただきましたよ。のみさんとは撮ってないです、というか会ってすらない。でもね、もうね今後今のとこもうフェスのね予定がないんですよ。そうフェスの予定がなくて、フェス出るフェスの予定がなくて、もう夏もね終わりなのでちょっともうないのかなと思いつつ、もしかしたら今年夏の指名フェスだったかもしれないです。8分24秒押します。そうな夏がね終わるとやっぱもうフェスも終わりって感じ、まあ、夏って感じなんでねフェスが。9月15何があるの？9月15って何ぞや。でもねチャートリー公演はありますのでね、なんとまたまた私出るので出演しますので、また多分平日かな、多分平日なんですけどエディオンでねありますので、まあぜひいらしてください。夏が終わると寂しくなる。でも普通まあフェスとかがなくなる
のは減るのはまあ寂しくなるけど、でも季節的な問題、季節的な話で言うと冬の方が好きなので、まあ全然10分24秒にやります、全然って感じですね。チャトリの申し込みは明日までかな、多分。そう、でもなんか最近朝と夜がちょっと涼しくなってきて、秋の訪れをちょっと感じています。そうそう、さやまっちゃさん、ともゆきさん、かずまさん、ギフトありがとうございます。イディオンでチャートリやるのは5月ぶりかな。まあ、チャートリー自体が5月で、この前8月この前の8月12分24秒に次します、7並べだったので、5月7月じゃない8月だから、まあ5月ぶりですね。エリオチャートリーはねそんな合ってなかったので、秋の空気好きってわかる。なんか暑すぎず寒すぎない秋と春はめっちゃいい。ポニーテールしか勝たん。でもさ、ポニーテール、あの今までは公園でいつもやりよったけど、今公園がさ、衣装がベレー帽が2つあるけんさ、まあできないに近くて、ポニーテールが。だからあの花だれ公演が始まってからは、あのフェスでポニーテールしてたんですけど、そのフェスがなくなったらもうねえ、ポニーテールをする機会がなくなってしまうと思って。花だれ公園以外、まあチャートリーではできるけど、ほんとそれぐらいになってしまうんですよね。貴重な目印のもう印象付けね、木体とかでめっちゃ印象付けたポニーテールがレアものになってしまう。そうなんですよ。音楽番組に出るしかないですね音楽番組、花だれの音楽番組はあのミュージックブラッド、衣装関係でミュージックブラッドを除き全部ねポニーテールで出てるので、音楽番組ではあれですけど、公演がね、あれですね、ちょっと リボンもあって目立ってた。そう、あのリボン、あのツイード衣装、今日来たんですけど、ツイード衣装のやつはあのリボンは、そうリボンを指定して
衣装さんに作ってもらったリボンなんですよ。そうそう、15分24秒ですね。次、栃木のすずさん、おいでます元気さん、バラ赤色サンタさん、めっちゃ可愛いギフト、ありがとうございます。七並べ2回連続対戦できて嬉しかったよ。でもなんかもう七並べね、すごい当たる方はすっごい当たるのでありがとうございますって感じです。当たらない人は全然当たらないので、並べてくれてますかと思いますね並べてくれてますか、並べてくれてる方はすごい一日でも何回も当たるので、ダンスをしている時の表情に余裕を感じますって。あら、本当ですか。サーブティーポニテか。それがね、公演じゃできなくなったのでする機会が減ったって感じですね。これから減っていく。フェスがないと、フェスとかなんかそういうなんていうの、花垂れ公演以外の何かがないと。ゆたかさん、たくさんギフトありがとうございます。カズマさん、ありがとうございます。ストレートおろしはしないかな、なんかしたくないなんかしたくないんですよね基本。あとなんかメイクさん、あ、18分24秒にします。なんかメイクさんがいるときにストレートヘアは普通に自分でできるから、あのメイクさんとかにわざわざしてもらえるときにわざわざストレートおろしをねしようっていう気持ちになれないんですよね。そう、あとなんかあんまそのストレートおろしをしたときの自分の写りとかあんま好きじゃないっていうのはあるんですよ。このめっちゃこんなめっちゃ高めのポニーテールは自分じゃやっぱなかなか難しいんですよ。そう、自分じゃなかなか難しいので、そうとか編み込みとかもとかまとめ髪とかも絶対自分じゃできないから、そうできないやつを知ってもらいたい気持ちがでかいって感じ。なんかめっちゃ真面目なお仕事とかの時があればストレートもするかもしれんけど、でも公演とかなんかライブとかハチキル系ではまあする予定ないかな。もう本当に気が向けばって感じですね。あと夏は暑すぎて、もう特にフェスとかは暑すぎて髪の毛を下ろしたくなくて、極力暑いん、そうっていうのがありまして、基本的にアップスタイルでしたねこの夏は。あとあのダンスに一番支障が出ないのもそれなんですよ。ダンスに支障が出ないのでいいです。ストレート
唐辛子とか、まあ、おろし系にするとねちょっと髪長いし妨害されるの困るんで、そう妨害されたくなくてって感じです。20分24秒にします。グレーのベレー帽の行く先密かに思った。どういうことどういうことちょっと意味が分からなかった。お団子無理ですなんかこの辺に何かがあるものができないんですよね。ベレー帽なんかユニットだけとか、ユニットだけやってたらまあ一曲やし、まあ、変でもどうにか潰してでもやればいいかなって思うけど、でもそうタンポポ衣装含めあるんでねって感じです。ショートカットにするのは 100% ない100% ないです。まあ 100% はね、そんな人生的に 100% なんてことはまあちょっとないかもしれないんで、一応保険かけといて言ってまあ 99.99999% ないですね。そうない、切らないかな、切ることはないかなって感じ。ショートが見たいですって、無理なので諦めてください。23分24秒に1並びをします。流し前髪見たいです、嫌です。生まれてこの方ずっとロング、いやでもそれはないですよ生まれて髪の毛が生える途中は短かったのででも本当それ以外はでも本当ずっと長いかな、伸びてからそんな切ったことはない、その自らの意思で切ったこと記憶にはないのでないですね。タンポポ制服は別に絶対ベレー帽を被らんといかんってわけではないけど、ではそういうわけではないけど、まあユニットは絶対なのでって感じです。揚げ足取りって全然至って真剣ですよ。だってその髪短い頃の写真があるんだから。そうよ、至って真剣です。短い時代もあったから、その時も別に生えかけかは知らん、その長さで整えとったんかもしれん、全然知らんよ。それは記憶にないうちの話なんでちょっとわかんないですけど、その時はそれなりにその時で整えてます。ただなんていう、物心がついて自分で切りたいって、切りたいっていうかその伸びて切りたいって思って切ったことはない。短い頃もあった。
25分24秒にして並べします。NASA やろうね、分からんけど、まあ何にしろそんな、もうこんなにも伸びた髪の毛を切ることはないです。これだけないと言って、もしそんな髪を切ることがあったらもはや心配してほしいレベルもうそんなことがあったら心配してほしいです。何かあったのかなって、もうそんなにも 99.9999% ないって言っていた人が、そんな強い意志を持っていた人がそんなバッサリ髪を切るようなことがあったら、なんか心配してほしいです。もはや精神が大丈夫じゃないみたいな本当にそれぐらいの可能性がないと本当にないので、うん、もしそんなことがあったらちょっとなんか心配してください。どんなに元気に見えてても心配してください。大丈夫大丈夫だよって言われて、そっかって思わずに、大丈夫大丈夫だよの会話のターンを100回ぐらいしてくれたら、本心実はって実はこんなことがあっても人生変えたくて髪切っちゃいましたみたいなのあるかもしれん。でも本当にそれぐらいサラがこの伸びた毛を、ちょっと切るとかはあるよ余裕で、ちょっと伸びたら切ろうと思うんですけど、整える程度に。ただそんなボブとかバッサリ切るようなことがあった時は心配をした方がいいかなと思います栃木のスーさん、のみずさん、ゆうちゃん、ギフトありがとうございます。素の対応をします。28分24秒にします。こちらが素でやってるんだから、素で話してください実はとか言いそうにないからって、知らないだけかもしれないですよ。まだ何も知らないだけかもしれない、知ってるようで何も知らないだけかもしれない。大人っぽい髪型も似合いそう。大人っぽい髪型どんなの。でも今ぐらいの長さがサラ的にはいいかな。そう、中途半端な長さはねあんま似合わないと思ってるんで、そう今ぐらいの長さいい。ショートなら TGC のランウェイに出れるよって言われても切らんって、切らないです。そうさあね、そういう条件を仮に出されることがあってもやらないなんか仮になんかショートにしたらセンターにしますって言われても、そんなことをなんて言うの、その条件を出されて、よくわからん条件を出されるようじゃないとなれないんだったら、もうこちらからいいですってなる髪の毛に関わらずね。髪の毛に限らずよ。そや、こういうことを頑張って、こういうことをいっぱい頑張って、こういう結果が出たらセンターになりますよとか、そういうのは頑張るけど、髪を切ったらどうとか、なんか何かをしたらこうみたいなのは、そんなことをしないとなれないようなことならもういいですってなる。ショートの話はまああれなんですけど、
ショートにはなりません本当なりませんので、まあなる日が来たらみんな一同で心配していただいて。ヨシンモリヘア、何それ。30分24秒間に合うかな、時差あるんかな。まあいいや、押してみよう。うん、2人いた。無理じゃないよ。まあ24秒にね、押す準備をしている。もう目がしょっぽい、 目がしょぼしょぼです。目の水分が、選択曲の曲調的にどうしてもって言われたらどうするって、もうその例え話は答えないもうそんなん言われたらカツラかぶるわ。もうカツラでいいわ、ショートのウィッグでもかぶるわ。もうこういう系の質問答えませんもう飽きた33分24秒に押しますね。そう、画面の見過ぎだからちゃんとあのナイトモードみたいなやつにしてます。ナイトモード、あの画面がちょっと黄色くなるやつ、目にちょっと優しいやつ。一期生公演見たよ。帰りの新幹線で田中美穂と見てました。ひなさんめっちゃ可愛かった。いや夜だけ、昼は見れんかった。なんか昼ユニットのとこだけちょっと見たけど、さスカヒラをねめっちゃ見たかったんですけど、ちょっと見れなくてタイミング的に。夜はほぼ見れた、多分。なんか一期生さん12人しかいないっていうのを見て、12人かと思って、今日出た、サラが出たフェスのメンバーが12人だったんですね。だからで結構なんか楽屋とかも人数少なく感じたんですよ。だからあの人数しかいないんだと思ったらね、少ないと思って。見ましたよ。ひなさんほどツインテールが似合う人はいないなと思った。 STU で「いつでも可愛い」
さ、矢野さんのねストレートポニー好きなんですよね。そう、サラはいつも巻きのポニーテールをするけど、矢野さんはストレートポニー似合う。36分24秒にします。ピボ似てる、似合う、本当ありがとう。22期でつい似合うといえば分からん。皆さんのツインが可愛い。福田さんはあのなんかあのここに三つ編みおろし、三つ編み作っておろしとる、あの花だれ、今回あの花だれでいつもやっとるあれが好き。福田さんは、ひなさんはもう圧倒的ツイン。みなみさんはあのねじり、ここでねじってるやつが好きなんですよ。いつもみなみさんが悩んどったらねじりのやつが可愛いっていつも言う。なんか人によってめっちゃこれっていうイメージがある人とかおるよね。アリちゃんはさ前髪なしが好きなんですよね。39分24秒にします。そうだ、明日サイン会だ。明日はサイン会です。オンラインサイン会、あの5月の振り返りですね。5月分の振り返りになります。これで明日で最後のサイン会になります。のちゃんに当たった。39って言ってるんですか。なんか24秒に押したらめっちゃメンバーに当たるんよね。たまたまかな、分からんけど。まだ書き終わってないんですよ。なんか1回目に渡された分を書き終わってたんですけど、そしたらね追加分が来てまだありましたって言われて、あれみたいな。
その分がねまだかけてない。メンバーと当たったらねポイントがなんか減るらしいですね。42分24秒に次押します。どこにあるかな、全然かけてないんですよ。やばし、やばし。あ、呼ばれる順番どうでしょうね。ずっと見とくしかないですね。わからないので。でもね、もうちょっと一昨日ぐらいからのあの喉がちょっと潰れたままなんですよね。疲れた時は睡眠とってねって、はい、ありがとうございます。先が長いからこそ、あと休みがない、あんまりないからこそっていうところがあるんですよね。チェを押されると申し訳なくなる。でもチェはね、もうサラはなんていうの、もう家的な感覚でね押してるんで、まあなんとも。ただもうサラ押し、サラカードの人しかいない時はもうサラもう早く時間を終わらせることしか考えてない。正直もうサラカードにしてくれている人に関してはもうないだろうと、別にもういいので45分24秒にします。そうなのでもういいよと思って。だからなんかもうサラがいて、サラ推しの人しかいない状況の時はもうなんか、なんだろう、パスとかせずにもう出せるカード出そうって感じです。あのもう、もう出せるカード出してくれって気持ちで。まあね、皆さんオタ友がいる方はオタ友に、オタ友の推しがやってないメンバーやってない方だったら
ぜひセットしてくれって言っておいてください。お願いします。ちなみにね、言っておくと、この TGC のやつは1位がソロでウォーキングで、あの超10代のショールームの時と同じで、1位があのソロで、2位と3位がペアなんですよね。なのでまあはいって感じです。サラピが数秒止まってると不安になる。あのね、そうなんですよ、今日とかに関してはメイクしながらとか、そう移動中とかにやってたんで、ちょっとなんかしながらやってる時はね、ちょっとさ遅い時はあるよね。でももう集中的にやってる時は全然ペッ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 やってるんですけど、あと今日は新幹線でめっちゃ電波悪くて、24秒に押し寄るのに反応せんくて、もうってなってました。もうずっと押し寄るのに誰も入ってこんみたいな感じ。48分にします。48分24秒。なんかみんながさ、しかも DMM とかを見たりもしてたんですけど、なんかみんなが新幹線移動の時はショールーム見れんとか言っとった理由が分かった。なんか今まで普通に携帯をいじっとく分に、そんな新幹線で電波が悪いとか思ったことなかったんやけど、悪いですね、今日すごく感じました。 DMM もね、全然なんか見れんくて、そういう件新幹線の Wi-Fi つなげてみようかなと思ったら、なんかつながらんしつながらんし、やけんって普通にギガ、普通にギガでやってもなんか電波悪いし、初めて新幹線に対して怒りを覚えた3の倍数にとらわれてるんですよ3の倍数にとらわれて今月は生きてます。50分24秒に行きます。ひとちゃん、あさかさん、ギフトありがとうございます。なん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 
日も目が覚め次第ちょっと明日目覚めるかな、まあでも目が覚め次第というか覚まして、まあ、24秒に押しておくので、まあみんなねやる機会があればというかやってくれるときは24秒で押してくれた方が確率的に当たる可能性があるのでよろしくお願いします。ハート落ちてないかしらって落ちてはないかもしれない。52分24秒にします。そう、明日はちょっとサイン会遅めです。最後の時間と1個その前空いて2個ありますね。でもサインも書かなきゃだし頑張りやす。でもねいつも朝起きて朝起きた時にランキングがちょっと上に上がっとったらちょっと心が落ち着きます少しゆっくり休んで。じゃあその休んだ分みんな頑張ってくれますか、もっと私が休んで間に差が縮まらないようにやってくれますか。それだったら心置きなく休めますあ、なんかつながりが悪い。ブスすぎて今ブサイクすぎて今ちょっと自分の顔が見えた瞬間びっくりした。作れますか。そうメンバーはね0時から朝の5時ができないのでね、やりたくてもできないんですよ。ボタン押せないんですよもうありがとうございます。まあみんなも死なない程度によろしくお願いします。死ぬ気で死なない程度にお互い頑張りましょう。まあでもこんだけ頑張って出れたらねすごいいつも以上に幸せに感じると思うから、やりがいがあるかもしれないから、そういう風にプラスにいくしかないです。そうそう、ランキング読まないとね。今日のメールの写真、そんなに衝撃的な顔だったとかそんな元が取れたとかそこまで言われたらもうサラはねそんな顔を見せてしまったのかと思ったら送らなくなるからあんま言わない方がいいです一回にしといて、あんまり言うとやっぱそうだよな、やっぱ送らない、そういうのは送らないでおこうとかってなってしまうので。いったん55分24秒にやります。じゃあランキング読んでいこうかな。48位にゃんさん、24位フォーコさん、13位しばけんさん、12位としやさん、11位奥行きさん、10位ピロシさん、9位ココホレワンワンさん、8位あさかさん、7位ともゆきさん、6位おいでます元気さん、5位ゆうちゃん、4位かずまさん、3位ライディンさん、2位ゆたかさん、1位赤エルサンタさん、ありがとうございました。デザイスターデザイスター、月末あたりにげっそりしてるのが見えるげっそり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 するか目がちっちゃくなるか目がちっちゃくなっとるかもしれん、もしかしたら。おー、ひつまめのしすぎで目がちっちゃくなっ
ってるかもしれませんが、目がちっちゃくなっても応援し続けてね。そう、目がもうちっちゃくなってるかもしれん。つぶらな瞳になるかもしれない。応援するよって応援するよってありがとう。まあいいよ、目がちっちゃくなったらその分痩せて顔もちっちゃくすればプラマイゼロ。もう目がシワシワになってるかもしれん。プリクラばっかり載せるわ、もしそうなったら。あ、終わった。じゃあね、最後59分24秒にやって終わりたいと思います。もうインスタプリクラしか載せんくなるかもしれない。JK みたいな、いっぱい JK みたいにもうプリクラしか載せない感じになるかもしれない。なんか電波悪い。まばたきの回数を増やしてね、あと潤いを目薬与えて、はい、休んでホットアイマスクして寝るわ今日は。ホットアイマスクが必需品になるかもしれない。なんか急に電波悪い、なんなの、なんなのこれね。覚醒したんよ、 542% あるよ今。特攻、なんか超特攻みたいなやつだから。コンタクトもう外してます。そう、移動の時にね外した、さすがに。皆様もたくさん並べてくれた方もねいると思うので、あれしてください。超特攻が出たんよ。それでめっちゃ、それでねめっちゃやりよったら500超えた、520何回だった。なんかカンストしとるやつでも500ぐらいやったんやけど、今超特攻みたいなやつだから520何なんだ、これだけ21 22。しかもねアイコンをね、コインがいっぱいあるからアイコンを何回も引いてみたんですよ。何回も引いてみたけど自分は出なかったです。めっちゃメンバー出たのに自分は出なかったです。えんちゃん、やじうまさん、すけさん、ありがとうございます。最後の対戦ということでね、皆さん配信もありがとうございました。そして昨日の花だれ公演と今日のねフェスも来てくれた方とかね、見てくれた方ありがとうございました。明日はオンラインサイン会がありますのでね、このショールームでやりますので、まあぜひ見てくださいということで終わります。ありがとうございました。皆さん夜もできる方は無理なくよろしくお願いします。ありがとうございました。また